Social Consciousness.com website writes as follows: Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed altered and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history, a version that was recorded across many ancient tablets and artifacts throughout time which have only recently been uncovered. 社会意識カムウェブサイトは次のように書いていてます私たちの歴史は私たちが思っているようなものではないとつまり私たちの歴史は過去数千年もの間ねじ曲げられてきたと人間の歴史は現実に合わせるため 誤訳され変えられ手が加えられねじ曲げられてきたそしてその結果説明できないものをそのままにしてきた私たちは今こそもう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないのかこの3 0 3 9五では画家たちの残した謎について考えてま ヒロシ・広島シ・ハママシティ・ジャパン。 Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. I show you here two sketches sketched by Leonardo from high above the sky. One is a map of the city of Imola and another one is a map of central Italy seen from at least 200 kilometers high above. Leonardo was such a man as could do such things. ここで2枚の地図を紹介します。 ダヴィンチが書いたイモラの街の地図とイタリア中部地方の地図です。中部地方の地図は少なくとも高度 200km 以上から見たものです。共にありえないほど正確です。それを知っていただきたかったので、以前作りましたビデオを編集して皆さんにお届けします。こうした事実をどう判断し、その向こうに何を見るかは皆さんの問題ということになります。 では、ゆっくりとご覧ください。バイ、フォーナウ。え、これはイモラのゲあの、実際の、あの、現在の地図で、地図というか、空撮、あの、写真ですね。宇宙から見た写真です。で、これを色を落としてみ見まして、私なりに、えー、ダヴィンチ風に地図を作ってみました。これは実際のイモラの街の様子です。 そしてこれ,らをこれらをですね、まず A と比べてみます。ダビッチの書いた、作ったと言われている A です。全く同じなんですよ。寸部たがわず同じなんですよ。今度は B と比べてみます。これもまた寸部たがわず同じなんですよ。これについてですね、外国の方ですけども、高い塔に登って作ったか、書いたからこう同じになったんだと言いますけど、塔から見たって地図なんか書けるわけがないでしょう。 東京タワーから見て、東京の塔の地図を作るのって不可能ですよ。まあ、要するにこういうふうにこう比べてみますと、ここに海ができてるの分かりますかこの道の上側に。これまで同じなんです。あと細かいところは続くビデオの中で精査いたします。じゃあ、ここにある点々は何かということなんですね。これは車なんです。ということは、この下の道路の上に点々とある、これは馬車と私は考えます。当時馬車はありました。ですから、この道路の上に点々とあるのは馬車まである。馬車まで書いてある。 それからここに点々とあると、まあここは、ここはどんなところか私調べてみましたら、ここは昔からあるレストランだということが分かりました。真ん中の写真がそうですね。で、この、ここにこう広場がありますね。この広場がちょっと不自然ですね。おそらく何らかの形で、まあ、例えば火災だとか何かであの壊れた後だと広場だと思います。それから、ここに木が、まあ 木があるのかかりますかこの丸いものが何だか分からなかったんですけども、この丸いのは木だということが分かりましたですから、ダ・ヴィンチの地,あの地図の中には木まで書き込んであるということなんですね。さらに驚くべきここととはこの、まあ、城と言いますか 教会後ろでしょうね、おそらく。ここに、上の建物と下の建物、中の中庭の建物がですね、ややこう、あの、歪んでますね歪。歪んでるというか、平行じゃありませんね。こんな微妙なところまで表現してあるということなんです。この位置から見た、あの、写真がこれなんですけども、とても空から見てわかるような位置にはないんですよね。どうしてこんなことができたか、ということを皆さん考えてください。どうしてダビンチはこんなことができたかということなんです。 まあもっとこれからあの今まで調べてきたことをこれから皆さんにお見せいたしますから皆さんご自身で判断してください。Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s Japan.Tricky Magic by Leonardo da Vinci.You are cheated.This is a story about it and I'll show you another map. スケッチ ed by Leonardo da Vinci in Japanese、uh, 今日、ある方からですね、あのレ、ー、オナルド・ダ・ヴィンチが描いたイモラの街の地図が送られてきました、それまあ、その方の説明によると、もっと精細な地図が見つかったと、であなたが言ってることは、まあ、言ってることはですね、合わないとということなんですね、これは私が使っていた地図なんですよね。あのダンチがまあ 航空写真をを使っていたっていたたととうことを証明するためにでその方が送ってくださったこのイモラの街の地図はこの地図なんです。まあ、精あの解像度がはるかに高いといいますか、精細な地図なんですね。で、まあ、それで見あの、まあ、調べてみられたみたいですね。そしたら、私の言ってることがず、まあ、当たらなかったということなんでしょうね、結局はね。で、まあ、あの上の方と私の方を A とし、その方から送ってきたのを B として。 こう比べてみますと、これは残念ながら同じ地図ではありませんね、まあ、こうして比べてみてくださると分かりますように、あるべきところにあるべきものがない、線がない、あったりというようなことで、まず第一にみなあの皆さんに知っておいていただきたいのは、この2つは、ですね下は確かに解像度が、まあ、レゾリューションがですね2倍ほど高いというか、分かりませんけれども、はるかに精細です、しかし同じ地図ではありません。ああののの上上の地図はあの 前,前後ですか、私が精査して、この後にはそのビデオをつなげておきますけども、その地図なんですよね、イモラの町の地図なんです、私が航空写真だと指摘してきた地図なんです、右の方がその方があの指摘してくださいました、高解像度の地図なんですね、でダ・ヴィンチのところを調べますと、あのウィキペディアで調べますと、この地図,地図が出てくるわけです、でそれをクリックしますと、大きなまあ解像度の高い地図が表,あの表示されるんですけども、まあこうして見ていただくとわかりますように、まあ まあまあ、説明は必要ないですね。で上の方が、まあ、あの解像度は低いですけども、実はあの精度が高いんです。精度が高いということは、はっきり言えば地図に近いということで、その証拠は最後にお見せいたしますが、こうして比べてみてください。下は明らかに手書きの地図です。あるいは上の地図をですねトレーシングペーパーのようなものを置いて、もう本当に、もう、なんて言いますか、丁寧に、丁寧に、もう、なんて言いますかね、 あのどういったらいいのかもう、極めて精緻に書き写した地図なんです、右の方はね、そして左の方はあは航空写真をもとにして作られた、あまあ、それをですねあの加工して作られた地図だということなんです、ですからあの、左の方には影が写っています、右の方には影がないですね、手書きです、平べったい感じがします、皆さんお分かりですか、そしてこうした部分、右の方は手書きだということは明らかに分かりますね、あの線引きとペンで書いた地図だと。 まあこういった部分ですねあのただ今の、今の,、ね、あのグラフィックソフトなんかですとあの写真でも手書きのように表現できますからね、まあ、エイリアンたちあるいはダヴィンチはですねはるかに今の人間が使っているよりもあ 高度なまあ、でもですか？プリンティング技術を持っていたというふうに思われます。まあ、これ今何をまあまず第一にしておいていただきたいしてほしいことはですね。このまあその方には申し訳ないんですけども、あの送っていただいた地図というのは、これは別の地図だということなんです。 そしてまた別の地図であると同時に手書きであると同時にですね、そしてあの平べったいところは平べったくて何も書いてありませんねそして上の方はですね、一見あの解像度が低いのであのいわゆるそのコントラストあるいはあのガンマを上げたためにですね、補線が太くなっているような感じですけどもそうではなくてこれは影なんですね。 あのそれはあの続く豪の中でもう一度説明します、それからあのこの、えー、土手のところを見てください、川の、ね、土手のところを見ていただくと分かりますように、平べったくて何もないし、下には何もないですね、上のっぺらぼうでしょ、上の方はなんとなくこう芝生が生えているというか、草が生えている、もやもやって感じが分かりますね、それから他のところでも調べていましたけれども、これは欄外といいますか、ですけどもやはり同じものではないと、むしろあ左の地図の方がですねあが航空写真っぽいということですよね。 そして航空写真からプリントアウトしたという感じがするわけです。でこれはもうあの、まあ、明らかに違うということを今もう一度説明しているんですけどもあの、ダ・ヴィンチは右左あの左右逆で反転して字を書いたという,ふうに言ってますけど、逆なんですね。反転したんじゃなくて、あのー、はい。あのー 字をですね反転してコピーしただけなんですね。それはあのあのコンピューターの世界では簡単にできますでしょう。で、これもう一回あのこれ、ここなんか明らかに違いますね。あの左の方があが、左上の,あの私が使っていた地図の方がはるかに精細だということなんです。精細ってことはあの、解像度は低いですよ。解像度は低いけども、より精細だということなんです。この土手を見てください。もう一度あのあの右下の方の方 ハイレゾリューションの方高精細の方の地図はのっぺらぼうで、地図としては精細ですけども、ということは分かりやすく言いますと、ダヴィンチはですね常にこうした地図だとか、エレムにしてもそうだですけど、2枚ずつ同じようなものを用意するという、ょつの思考パターンがあるんですね。ということで、き、まあ、今日は A と B を比較していただきましたが、実は私が言いたいことはこのことではないんです。 ここのことでではないんですよね A と B は、ま、明らかに違った地図だということは分かっていただ,いただけたと思いますけども、このことではなくて、こうした手法でダヴィンチは私たちをだまし,したということなんですね。その一番分かりやすい例が、モナ・リザの絵なんです。ーね、あのダヴィンチはどんな人だったかというのは、このモナ・リザの絵を見れば分かるわけですね。モナ・リザの絵、ーラージャーコンテはです、ね、2枚あるわけですね、この若い方の女性と。 そして、この女性と、あのー、比べてみてわかりますが、全く同じなんです。全く同じなんですよ。これはプリントアウトして、ただ、その真、まあ、夏でスか,、あのー、<laughs> か、なんかのね、ソフトを使って、若くしたり、あのまあ、年配のか女性にしたりということをやったんでしょうけども。 こ同じな寸部違わず同じなんですからね、こういうことができると、そうすると皆さんは、ね、こ,うすこういうふうに言うんですね、弟子が描いた、弟子が描いたって、あのこれ、弟子が描いたかどうかということをずっと議論してきたんですけど、最近になって初めてというか、やっと去年ぐらいでしたかね、ダ、えー、ヴィンチの作品だと、まあ、あの画風、それから絵のもの、タッチが同じだってということですね、弟子が描くと、こんな絵なんですよ、これは当時のダヴィンチの弟子たちが直接に描いたあモナリザの絵なんです。 全然似てないでしょっていうことは、模写はね、簡単にできるもんじゃないんですよ。彫刻にしろ、え絵画にしろですよ。あので、簡単にできるもんじゃないんです。さあ、そこで皆さんに今日は最後にですね、私の作品を見せてあげましょう。いいですか私だってダメージなんかに負けてませんよ。これは実際のイモラの街です。よくご覧ください。現在、Google アースで捉えると、こういうふうに捉えられるわけですね。そして画像処理をいたします。そして、 ね、画像を処理して、道が黒く映ってますから、まあまあ、これを明るくしてあの、反転します。そうすると道が、道が白くなりますね。で、これからまたさらにセピアカラーにして、コントラストを上げて、そしてもう少しコントラストを上げてみますね。そうしますと、こういう地図が浮かび上がってくるんです。この地図、をよく見てください、皆さん。あのダ・ヴィンチの書いた地図と変わらないでしょう比べてみましょうか。 ダヴィンチが空から見た絵を描いたってって私は言ってるんですけども、これを比べてみてください。この細かいところを比べてみてください。あとはもう少しコントラスト上げれば、あの、ダヴィンチの絵と同じになると思います。白黒、も黒を反転してね、影のつけ方をよく比べてみてください。これがその証拠です。Thank you very much for your watching. ああ、そうそう。アルバート・アインシュタインはこう言いました。You are cheated! ハっハっハっはっはっ。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello.This is Hiroshihaya Shihama Matsuri Japan.Leonardo da Vinci's Aerial Photograph.It's proof and evidence.Leonardo da Vinci の航空写真。その証拠と証明。2回目。今日はですね、もう一度、 レオナルド・ダビッチェの残したこの地図を精査しています。これはイタリアのイモーラの街です。寸府たがわずというか、やはり500年以上の年月が経ってますから、家の数、それから道路のあ雰囲気は多少変わっていますが、しかし基本的な構図は全く同じといいますか、明らかに航空写真であるということなんですね。ではその証拠をいくつかお見せします まず第一にですね、こうして合わせています。まあ、一つはちょうど中央、やや右下にあるのが、これは教会ですね、当時も今もあると思われます。そのままなんですね、でこう重ねていますと、実によく似て、道の太さ、長さ、傾き、それから道の変化がしてますね、あの太くなったり細くなったり、そういう部分まで同じだということにご注意ください。 でさらに拡大してみますと、ここに教会の屋根が見えますね。この今の矢印の方から見たのがこの教会ですあ。そしてこの屋根を見てください。どうしてダヴィンチは屋根の様子まで描いたのでしょうか。おそらく煙突か何かだと思うんですけども、今度はこの角度で見てみますと、こういうふうに見えるんですね。普通は歩いていてて、 で地図を変えたら、この屋根の様子はわからないはずです。今度はこの角度から見てます。見,見ますと、向こうの方、手前になってますか、えー、建物がありますね。この建物の屋根まで書いてある。これ、ひょっとしたら中央部は中庭かもしれません。どうして屋根の上から描くことができたのでしょうか どうして屋根の上の様子をダヴィンチは描くことができたのでしょうかそれは空から見たからなんですね。そこでは空から撮った写真だからこそできたんです。えじゃあ、ここの黒い部分は何かということですよね。当然、歓迎ですよね。 じゃあ、この部分をですね、実際にどういう風になっているか、当時のままだと思いますので見てみましょう。この矢印の角度の方から見てみますと、こういう風に高い塔が見えますね。大きな塔。それから、厚い壁が見えます。ちょっと、もう一度こちらから見てみますと、こういう高い、なんていすか、塔というかあ、見えますね。これが大きな影を作っていると考えられます。じゃあ、この道の横になぜ影があるかということなんですよね。 あの、家は左の方はありませんがね、昔は今はありますけども。それについては、こうした修道場、それに続く、まあ、なってますかね、大きな教会が近くなりますが、こうした塀で取り囲まれていたと考えられます。今は家が建ってしまって、亡くなってしまっているわけですね。まあ、このようにダヴィンチの絵はですね、調べれば調べるほど航空写真であったということがわかるわけです。なぜダヴィンチはそんなことができたか、当然エイリアンに助けられていたからです。あるいはダ、ダヴィンチ自身がエイリアンだった。 可能性が高いもっ言いますとダ・ヴィンチ自身ははっきり言いますレプタリアンでしたこれがダ・ヴィンチの若い時の自画像です Thank you very much for watching and see you n e x t time Bye どうか次のビデオもご覧ください Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan Today's story is about the trick made by Leonard Da Vinci a map drawn by 2D photograph technology I like to prove that he used a trick, very serious trick to cheat humans or us Kionataria Leonardo da Vinci no trick inch this This is a very serious uh, problem so uh please watch this video very carefully and uh, uh you, you judge. If I, what I say is what say true or not これは私たちのみならず、ダヴィンチにとっても大変、まあ、なんていますか、目をに関わる重大な問題です。ですから、皆さん自身で判断してください。これがあーイモラのイタリアの街です。で、ダヴィンチはこのイモラの街の地図を残しました。この今、黄色いところから黄色い線がですね、1.41km。もう十分大きな街ですね。 で、ダメージが残した地図がこの地図なんです。先ほどお見せしましたように、まあ、重ねてみたところ、寸部違わず同じなんですね。が、それだけではありません。この道路、見てください。地図は地図でも、この地図はいくつかの特徴があります。すなわち、道だけではないんですね。この交差点がややずれている部分、それから道の太さまで正確に表現してあります。 のみならず、当時は家は少なかったと思われるんですけども、家々まできちんと書かれているってことなんですね。家まで。そして、今も言いましたように、道路の太さがですね、極めて正確に太い道は太く、細い道は細くというようにですね、正確にあー表現してあるってことなんです。私たちが一般的に使う地図とは違うってことですね。違うというか、あのまあ、今はこうした地図がありますけども、 例えば、道が凸凹している部分、今の部分ですね、こうして広場があるところ、道が細いところが曲がっているところ、微妙なライン、こうしたところまできちんと表現してやるということなんです。そしてその、例えばですね、地図ですから道が分かればいいというように、道を書くのではだけではなくて、太さまで細い路地は細い路地。そして、えー その細い路,路地がですね、500年以上も経った今も、まあ、イモラの街では残ってるわけですけども、こうしたところ、この道がずれてるの分かりますか上から来た道が、ややほんのわずかずれてる。それまで表現してあるわけですね。そしてこの傾き、角度、家の,の道路の傾いてるところ、そしてこれが完全にクロスしてなくてね、ややずれてクロスしている部分など、まあ、イモラの街は最後にお見せしますが、非常にこう、あのごちゃごちゃした街なんですよね。あのでこの空から見た あのまんあ分かりますかあのいわゆるいなんてうかな家中庭まで書き込んであるということですね、分かりやすく言いますと。あのそしてこの、ここの部分見ていてくださいと分かりますけども、も道がです、ねまあ、500年経ってますから、かなりいろいろとあの家も変わったんでしょうけども、細い道、この微妙な細い道まで、えー、描き込んであります。これが大通りでしょうね。 そしてその間にまああの細い道があるわけですけども、まず皆さんはこの事実を知っていただきたいと思うんですよね。あの道の太さがきちんとあの表現してあること。このあたりもそうですね、細い路地まで囲んであるということですね。しかもその角度。えー 太さし、しつこいですけど、太さまで、道路のね、幅まで、あの、違いまで表現してあるということですね。今のところも道が一回とちょっとこう折れ曲がってるんですけど、そこれこのところもそうですね。あの、今は道になってますけども、太いところは太くというふうに、その太さもですね、あの、正確に、あの、航空写真のように、あの、表現してあるということなんです。 この角を見てくださいね。細い道と太い道。そしてここで、なてますかねまあ、今これ、あのこのや,ややこう斜め下の方に下がっている道の表現ね。あのってことは、このダ・ヴィンチはこの地図を書くときにですね、書く通り、それぞれの通りの角度まで全部きちんと測って、測ったということになってしまうんですね。 そしてこの細い道、今のやや曲がった道、まあ二度,度目ですけども、そしてここのところ、太い道がここでぶつかって、上からの細い道がここから、あの、入り口が細くて中が太くなってますでしょ今のところね。で、この広場のところを見てくださいね。で、これを広場をここへ持っていきます。そしてこの辺りがどんな様子であるかということは、まあこれは500年前も今もここが広場になっているわけですけども、その広場が実はこういう風うになっているわけですね。 いわゆるその目線の高さではですね、こうしたごちゃごちゃした街並みというのは、まあ、当時は家は少なかったにしてもですよ、あのー、広、全くの平らな場所をこの測量するという、ま、問題でもないんですよね。まあ、そしてこの道が、あのー、書き込んであるわけですけども、ここでもまあ細い道がここにこありますね。そしてその十字路がややずれているところまで表現してある。 で、この、まあく、繰り返しになりますけども、ただのど地図ではなくて、まさに空から見た家まで書き込んであるということなんですよね。そしてその家も、まああの、大きく家は変わったんでしょうけども、あの、残念ながらはっきり見えませんが、それこの、今度横線に切ってましてね、これを逆さまにしてまあ逆さまにすることによって、称号が楽になりますから、こうして合わせてまして、ますとですね、ぴったり重なるんです。っていうことは、 極めて正確に。まあ、普通では考えられないほど、それこそもう、道路一本一本全部精査して、何メートル、何センチまで測って、3インチはまあ、無理にしてもね、測ってこうして合わせて作ったってこ地図を作ったってことです上がダビンチの地図です。別のところでも同じように、あの、同じ箇所を切り出して、下を逆さまにします。こうすることによって、アップサイドダウンにすることによってですね、あの、幅の間隔、プロポーションをね、正確にすることができますから、 そしてこの道を合わせてみますと、これあの上下がね、ややずれてますから、あのこの矢印のところで見てください。このようにぴったり重なるんですね。ということはあの、この地図を作るにあたって、ただ測量しただけではなくて、角から角まで何メートル、何,何,十,セン何十何センチっていうところまできちんと測量してやったということしか考えられません、ね。もし人間が書いたとしたらですよ。 こうして、この、なて言いますか、道ができていくわけですけどこの広場もそうですね。これはまあ、先ほどもお見せしました。で、今度はですね、じゃあ、プロポーションはどうかと。で、この距離が1058.9メートルなんですね。で、地図の上で測りますと、82。 82ミリ、8センチ2ミリなんです。あの小,さく小さいですから、当然エラー出ますよね。で、ここが524.2メートルなんですね、この黄色い線が。ちょうどあの角から角、測りやすいところを選びました。そして測りまして、同じように色,あの色のメジャーで、あのー、測っていきます。そして、えー、測りましたですね。そうすると、その距離をですね、あの紙,紙の量った82ミリを割ると12.91、12.63という数字が出てくるんです。 で、これじゃ足りませんので、さらに2箇所念のために測ってみました。で、ここが474メートルで38ミ、mm、リですね。あの、プリントアウトした地図の上では。で、割りますと12.47。わかりますかこの正確さ。で、今度は780.5メートルですけども、それはあの紙の地図の上で測ると60.5ミ、mm、リメートル。割ると12.90いうことになるわけですね。まさに、 性格十二ですね。いわゆるこのエラーの、あの、誤差っていてか、あの、紙、紙で測ったセンチは、どうしても、あの、あのエラーが出ますかね。これはまさに写真だということですね。これが私の結論です。これは手で書いたものではありません。で、い、あの、イモラの街を、まあ、見ていただきますが、この、ここは、あの、ダビンチの時代からあったところですね。こうしたもの。これもダビンチの時代からあったものですね。イモラのストリートビューです。 あとまあ、あの、道路のことはね、500年前のことですから、わかりませんが、現在、要は、現在はこういう感じですね。こういう中で、先ほど申し上げましたように、地図を作るということは、あ,あのような地図を作ることは、はっきり言います。不可能です。空から写真を撮って、それをその、プリントアウトして、それを元に、地図を手で書き写すことであれば可能ですけどもね。人間が測量して作るのは不可能です。 可能だというなら可能なる,なる方法を見せ,見せていただきたいと思う。さらにダヴィンチは手のコンだは、まあ、はっきり言えばインチキをしてますね。この放射線を見てください。いっぱい線書き込んでありますでしょこの線は全く無意味なんです。あたかも、この測量して書いたということを見せかけるために、全部でですね、3 2等分して、そしてその、あの、測量したように見せかけてるわけですね。 こんな線を引いたところで、街の、それあの、なんて言いますか、地図が書けるわけがないんです。ということで、あの、三角測量、測量でね、三角形を合わせていろんな、あの、ま、それは、あの、あの、現在の方法で使えばできますけども、しかし、そういう、そうでなければ、地上にね、歩きながらこの地図を書くことは、こんな、あの、不可能ですし、この線は全く無意味だということです。これがダヴィンチのトリックです。 Da Vinci was a saved by the Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The most beautiful thing in the world is mysterious. Mystery of a map by Leonardo Da Vinci. Who else created it? 皆さん、こんにちは。1 2 8号の追記版です。もう一度、詳細に言ってみますか、ダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の地図です。まあ、地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、まあ、この矢印のところ、 を見てください。同じ位置を、同じ、まあ、川がね、あの、分かれているところ、あの、形がはっきりしているところを線列ないでみました。で、このように、プロポーションが全く同じなんですね。ということは、極めて正確に、えー、ダヴィンチは、えー、イタリア上空の地図を描いているわけです。まあ、今度は、色を落としてみましたが、で、こう、山が黒く、 この場合はですね、部屋部今、白から判定しますから、平野部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。あの、ただ黒く塗りつぶしているだけじゃなくて。そして、まあ、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で書いてある。ただ、あの、ダヴィンチのように、やや斜めから見てるという感じで、遠くなればなるほど、あの、幅が狭、狭まっていくのがわかります。まあ、 あの、ダヴィンチの書いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑な、ま,ま、まるで写真のように、写真ですよね、これは、のように浮かび上がってきます。上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は、えー、230キロから40キロです。 いかにこの後輩にわたってダヴィンチが正確に地図を書いていたかがこれで皆さんにもわかっていただけると思います。えー、続くビデオは、uh, 1208号です。Uh, どうかお楽しみください。Thank you and bye.Hello, this is Hiroshihaya Shi, Satoshi Morimoto and Tube Store Japan.Who assisted Leonardo da Vinci? ミステリー・オブ・ of a map over f r e n e 誰がダヴィンチを助けたかフィレンツェの地図の話です。えー、ダヴィンチは実に奇妙な地図を書き残しています。えー、左がダヴィンチの書き残した地図です。右が Google Earth 上で探した同じ場所の地図です。えー、ダヴィンチはフィレンツェの地図を書いていました。 で、色を落としてみますと、この両者は区別がつきませんね。で、フェレンツは、フェレンツェはここです。そして、海までの距離が、えー、95キロ、約100キロですね。で、100キロという距離がどういう距離かと言いますと、東京から富士山までの距離にほぼ匹敵、えー、滴しますね。それで、その、この地図の中には、あのー、まあ、これ今、80高度、82キロから見たところですけども、えー、ここがフェレンツェなんですね。 で、100キロという距離は、そんなに簡単に、あんまなってますか、分かる距離でもないんですよね。で、ここに川が、まあ、分かれてますけども、こうした川までですね、あの、ダヴィンチは書き残しているわけです。で、1500年代ですからね、16世紀ですから、今から500年前にですよ、当時はまあ、道も、まあ、貧弱だっただろうし、あの、この辺りでもやはりこう、 人だと,と離れた山の中だったと思うんですけどもね。しかし、こんな地図をダヴィンチは書き残してるわけですね。川の一部正確に、あの、やや角度があの違うかなっていう部分もありますけども、まあ、こういうふうにこの川の位置まで正確に書き写してるんですね。で、これを見たときに、本当にこれダヴィンチ自身が書いたのかってことを疑問に思ったわけですね。で、ダヴィンチを調べてみますと、ダヴィンチ自身がこんな絵を書き残してるわけです。 で、この二人は誰かという問題が出てくるわけですね。で、これ、もちろんダビンチのスケッチですよ。森本聡さんが届けてくださいました。で、右に、これがあの、パラカスで見つかったあの、超党人間、いわゆるコンヘッドですね。で、このコンヘッドと、今あのダ、ダビンチの書いた絵と合わせてみますと、ぴったり合うんですね。これがまたね、鼻の形、口の形、それかが頭の形も合うわけです。となると、右はコンヘッドと考えて良いのではないかと私は思うわけです。 で、じゃあ、左のこの男性は誰かですけども、まあ、これがこれ、大きな謎なんですね。そこで、ま、あの、調べてみました。で、コーンヘッドというのは、あの、もちろんエイリアンです、これは。あの、これはパラカスで見つかったコーンヘッドですけども、鑑定、DNA の鑑定の結果ですね、人間とは違うミトコンドリアを持っていることは分かっています。まあ、そういう、その、これはあの、コーカサスで見つかってる、あの、コーンヘッドの頭蓋骨ですけども、えー ま、DNA 鑑定するまでもなくですね、これは右の方はエクワルドで見つかった、私がその去年に、ま、1年以上前から持ってた写真なんですけども、ここを見てくださいね。人間にはこの真ん中にこの、あの、方合線って線があるんですけども、超等人間、コンヘッドにはこの、この方合線がないんですね。すなわち、コンヘッドは人間とは違った頭蓋骨を持っている。すなわち、人間ではない。すなわち、エイリアンということになるわけです。となると、左の、まあ、あの、 いわゆるパラカスの頭蓋骨、いわゆる超頭人間はコーンヘッド、なあちエイリアンであったとなるわけで,で、まあ右はエイリアンでいいわけですよね。じゃあ左は誰かということなんです。まあこれは何度も精査してきたんで、まあ今日は簡単にしますと、この、この人物は誰かですけども、実にダヴィンチは奇妙な絵を描き残しているわけです。これがそれなんですけども、えー、これはあのー、 ケンミイさんが教えてくださってたんですけど、元、いわゆる 3D モデリングの元の原画なんですね。そして、あの、まあ、何度も精査しましたで、ね、簡単にしますと、この顔が同じなんですね。特にあの、こういった場合は傷なんかをね、精査するというわけです。外と同じ、一致するわけです。ということは同じなんですね。そしてその、やや傾きを変えたのが一番右へ来るわけですね。そしてその、まあ、この人ですよね、問題は。で、この人を反転して、あの、先ほどの超等人間の 横にいた男性と並べていますと、これは一致するわけですね。あの、そ、あの、目の、目、目から、それから、イボから、あの、それから、鼻、鼻なんかもよく似てますね。で、口を見ますと、これは、あの、人間の口とはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。はっきりあの、絵がわかりませんけども、あの、歯,歯の数が多いですし、まあ、歯並びが悪いと見るのか、歯の数が多いと見るかわかりませんけども、多いですね。で、ダビヴィンチの絵を並べていますと、この三者が同じだということに気がつくわけです。まあ、あのー、 YouTube はね、その都度ポーズして、あの皆さん、ご自身で検証できますから、どうか検証してみてください。この三人が同じだということになってくると、一番左の人間は、男はですね、あ、メンはですね、すなわち、リオナルド・ダ・ヴィンチってことになるわけですね。でもう一度その、リオナルド・ダ・ヴィンチと、えー、この、えー、ダ・ヴィンチですね。私たちが知っているダ・ヴィンチ像と比較してみますと、これまた、実にこうなってますか、絶妙ってますかね。一致するんですね。ですから、 この二人は同じであると。で、まあ、ずっと見ていきますと、ということはダヴィンチ、この左の男性はダヴィンチと、まあ、見ていいわけですよね。そうしますと、この今言いました、先ほど言いました、そのコンヘッドと一緒に立っている左の男はダヴィンチであると。ということはダヴィンチはコンヘッドに助けられていたと。いわゆるまあエイリアンですよね、はっきり言えば。に助けられていた。 まあ、エイリアンですから、外惑星、まあ、エクセチュショナルビーンですね、が来てると。というこで、まあ、今言いましたように、顔がぴったり合うと。そして、まあ、まあ、もう結論が出たようなもんですね。なあちダ、ダヴィンチは、まあ、コンヘッドエイリアンに助けられていたということになるわけです。となると、地図の話に戻りますけども、結論から言いますと、えー、このフィレンチェの上の、を書いたこの地図はですね、まあ、 人間が書いたという可能性もそれはなきにしまうんですけどね。なんせこのコードに30キロ以上でないと、この地図は描けませんので、あの、はい。そういった地図をダヴィンチは描くことができた。すなわち、彼はコンヘッドに助けられていたということになるのではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! When I was a little boy, Age about four or five, though I'm not sure when I was, I used to ask my mother from time to time what there was and what it was like beyond the hills and mountains. My homeland, where I was born and raised up, forms a basin where four corners of the small town, north, east, south, and west, were surrounded with mountains. Nobody knew it and nobody could answer my question. Now, over 65 years since then, I am still asking myself what there is and what it is like beyond the hills and mountains. Leonardo da Vinci, however, knew it and drew it in his paintings. He knew all and he knew even the smallest rivers that ran in the mountains. But how? 私は子供の頃4歳か5歳くらいのことだったと思いますがいつも母にこう聞いていたそうですあの山の向こうには何があるあの山の向こうはどうなっているとその頃を振り返りながら母はよくこう言いました 広瀬はうるさかったよとというのも私が生まれ育った岐阜県の美濃市は四方を山に囲まれた盆地の中にあったからですが誰も山の向こうがどうなっているか知りませんでした私の質問に答えてくれる人は誰もいませんでしたでそれから65年いまだに私は自分にこう問い続けています あの山の向こうには何があるあの山の向こうはどうなっているとがダヴィンチはそれを知っていましたダヴィンチは山の向こうの山々の間を流れる川のことまで知っていましたしかしどうしてどうやってそれを知ったというのでしょうか「広瀬林、浜しハママ・ティ・ジャパン」 画面を見ながら説明します。イタリアのフロレンス、フィレンツェを西側から見た地図ということになります。上が東、下が西ということになります。実際の航空写真と比べてみると、ダィンチは極めて正確にフロレンスの町そしてその周辺の山々及び川を描いたということになります。 いかに正確であるかということはですね、このフロレンスの町から北東へ約70キロ離れた山の中の川までそこに描き込んであるということです。この赤枠で囲った部分に注意してください。このやや東にあのイモラの町があります。この赤枠 で囲った部分の中には川の様子が正確に描き込まれています500年前のイタリアということをどうか忘れないでください道路整備も悪くもちろん自動車なるものはありませんでしたそんな時代にダ・ヴィンチは 山の中の川そして山の向こうの川の様子を正確に描いていたということになりますそれともあなたなら七十キロ先の山の中の川を描くことができますかでその部分を拡大してみますこのあたりでは川がほぼ平行に左上の方に並んで走っているのがわかります この部分を拡大してみます。川であることを皆さん自身の目で確認してくださいこうした川をレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は絵として描き残していたということになりますこれが皆さん事実ですえつまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描き残したと言われている左上の地図はまさに 数百キロ上空から見なければ描けない地図ということになります私は子供の頃よく母にこう聞いたそうですあの山の向こうはどうなっていると今もその心は失われていません続く動画をどうかご覧になってくださいバイフォーナ w What is impossible possibility? Joanna Ras writes that Science fiction, as mentioned before, writes about what is neither impossible nor possible. The fact is that when the question of possibility comes up in science fiction, the author can only reply that nobody knows. We haven't been there yet. We haven't discovered that yet. Science fiction hasn't happened. Another wise man, however, says that nothing is impossible when God is there with you. 可能性それがレオナルド・ダ・ヴィンチが開拓される絵画ですレオナルド・ダ・ヴィンチは人間には描けるはずもない絵画をいくつか残していますその一つがフロレンスの地図ということになりますで不可能な可能性とは何かしかし別の賢人はこう 書いていてます神がそこにいれば不可能なことはないと広林浜祭りジャパンダ・ヴィンチが書いたとされるフロレンスの地図です平野部と山岳部が正確に表現されています で、実際の写真と比べていただきます。右がフロレンスです。そのフロレンスから高度を上げてみます。129メートルです。326メートルです。1.9キロメートルです。7.5キロメートルです。 ででです。す。す。そしてです、ここでは平野部と山岳部の表現の仕方に注意してください。平野部部ははそして山岳部は 黒く表現されています右は Google Earth の実際の写真ですセピアカラーに色を落としてみましたこの赤い丸の部分を注意深く比較してみてくださいつまりレオナルド・ダ・ヴィンチはこの地図を高度 2 0 0キロメートル近い高いところから見て書いたということになります。これが不可能な可能性ということになります。えつまり人間には書けるはずもない地図ということになります。が神がそのそばにいればそれもできるということです。私たちが神と呼ぶエイリアンがそこにいればそれも 可能だとということです左はレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた地図です。右は実際の Google Earth の写真です。Hello! This is Hiroshihayashi, Hammam a City, Japan.The most beautiful thing in the world is m y s t e r i o u s ミステリー r y of a map by l オナルド・ダ・ヴィンチ w h o else created it? 皆さん、こんにちは。えー、1285の追記版です。えー、もう一度、えー、詳細に言ってみますか。あダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の、えー、地図です。まあ、地図というか、 見た、地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、えー、まあ、この矢印のところを見てください。同じ位置を、同じ、まあ、川がね、あの、分かれているところ、あの、形がはっきりしているところを線で列ないでみました。で、このように、プロポーションが全く同じなんですね。ということは、極めて正確に、えー、ダヴィンチは、えー、イタリア上空の地図を書いているわけです。 ま、今度は、色を落としてみましたが、で、こう、山が黒く、この場合はですね、部屋、今、白く判定しますから、部屋部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。あの、ただ黒く塗りつぶしてるだけじゃなくて。そして、ま、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で、 書いてあるただ、あの、ダヴィンチのように、やや斜めから見てるという感じで、えー、遠くなればなるほど、あの、幅が狭,狭まっていくのがわかります。まあ、あの、ダヴィンチの書いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。山がですね、非常に複雑なまま、まるで写真のように、写真ですよね、これは、のように浮かび上がってきます。 上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は230キロから40キロです。いかにこの広範囲にわたってダヴィンチが正確に地図を書いていたかがこれで皆さんにもわかっていただけると思います。続くビデオは1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye. Hello, this is Hiroshihaya Shi, Satoshi Morimoto, and Tube Store Japan, who assisted Leonardo da Vinci, mystery of a map over Firenze. 誰がダヴィンチを助けたか ?Firenze の地図の話です。えー、ダヴィンチは実に奇妙な地図を書き残しています。えー、左がダヴィンチの書き残した地図です。右が Google Earth 上で探した同じ場所の地図です。えー、ダヴィンチはフェレンツェの地図を書いていました。で、色を落としてみますと、この両者は区別がつきませんね。で、フェレンツェは、フレンツェここです。そして、海までの距離が、えー、95キロ、約100キロですね。で、100キロという距離がどういう距離かって言いますと、東京から富士山までの距離にほぼ指摘。えー 一滴しますね。それで、その、この地図の中には、あの、まあ、これ今80高度、82キロから見たところですけども、えー、ここがフェレンツェなんですね。で、フェ100キロという距離は、そんなに簡単に、あんまなんて言いますか、わかる距離でもないんですよね。で、ここに川が、まあ、分かれてますけども、こうした川までですね、あの、ダヴィンチは書き残しているわけです。 で、1500年代ですからね、16世紀ですから、今から500年前にですよ、当時はまあ道も、まあ貧弱だっただろうし、あの、この辺りでもやはりこう、人だと,と離れた山の中だったと思うんですけどもね、しかしこんな地図を、 ダヴィンチは書き残してるわけですね。川の位置も正確に、あの、やや角度があの違うかなっていう部分もありますけども、まあ、こういうふうにこの川の位置まで正確に書き写してるんですね。で、これを見たときに、本当にこれダヴィンチ自身が書いたのかってことを疑問に思ったわけですね。で、ダヴィンチを調べてみますと、ダヴィンチ自身がこんな絵を書き残してるわけです。で、この二人は誰かという問題が出てくるわけですね。で、 これ、もちろんダヴィンチのスケッチですよ。森本聡さんが届けてくださいました。で、右に、これがあの、パラカスで見つかったあの、超等人間、いわゆるコンヘッドですね。で、このコンヘッドと、今あのダ、ダヴィンチの描いた絵と合わせてみますと、ぴったり合うんですね。これがまたね、鼻の形、口の形、背が頭の形も合うわけです。となると、右はコンヘッドと考えて良いのではないかと私は思うわけです。で、じゃあ左のこの男性は誰かですけども、まあこれがこれ、大きな謎なんですね。 そこで、まあ、あの、調べてみました。で、コーンヘッドというのは、あの、もちろんエイリアンです、これは。あの、パ、これはパラカスで見つかったコーンヘッドですけども、鑑定、DNA の鑑定の結果ですね、人間とは違うミトコンドリアを持っていることは分かっています。まあ、そういう、その、これはあの、コーカスさせて見つかってる、あの、コーンヘッドの頭蓋骨ですけども、えー ま、DNA 鑑定するまでもなくですね、これは右の方はエクワルドで見つかった、私がその去年に、ま、1年以上前から持っていた写真なんですけども、ここを見てくださいね。人間にはこの真ん中にこの、あの、方合線って線があるんですけども、超等人間、コンヘッドにはこの、この方合線がないんですね。すなわち、コンヘッドは人間とは違った頭蓋骨を持っている。すなわち、人間ではない。すなわち、エイリアンということになるわけです。となると、左の、ま、ああの、 あいわはるパラガスの頭蓋骨、いわはる超頭人間はコーンヘッド、なあちエイリアンであったとなるわけで,で、まあ右はエイリアンでいいわけですよね。じゃあ左は誰かということなんです。まあこれは何度も精査してきたんで、まあ今日は簡単にしますと、この、この人物は誰かですけども、実にダヴィンチは奇妙な絵を書き残してるわけです。これがそれなんですけども、えー、これはあのー、 ケンメアさんが教えてくださってたんですけど、元、いわゆる 3D モデリングの元の原画なんですね。そして、あの、まあ、何度も精査しましたで、ね、簡単にしますと、この顔が同じなんですね。特にあの、こういった場合は傷なんかをね、精査するというわけです。外と同じ、一致するわけです。ということは同じなんですね。そしてその、やや傾きを変えたのが一番右へ来るわけですね。そしてその、まあ、この人ですよね、問題は。で、この人を反転して、あの、先ほどの超等人間の 横にいた男性と並べてみますと、これは一致するわけですね。あの、そ、あの、目の、目、目から、それから、イボから、あの、それから、鼻の、鼻なんかもよく似てますね。で、口を見ますと、これは、あの、人間の口とはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。はっきりあの、絵がわかりませんけども、あの、歯,歯の数が多いですし、まあ、歯並びが悪いと見るのか、歯の数が多いと見るかわかりませんけども、多いですね。で、ダーヴィンシュの絵を並べてみますと、この三者が同じだということに気がつくわけです。まあ、あの、 YouTube はね、その都度ポーズして、あの皆さん、ご自身で検証できますから、どうか検証してみてください。この三人が同じだということになってくると、一番左の人間は、男はですね、あ、メンはですね、すなわち、リオナルド・ダ・ヴィンチということになるわけですね。もう一度その、リオナルド・ダ・ヴィンチと、えー、この、えー、ダ・ヴィンチですね。私たちが知っているダ・ヴィンチ像と比較してみますと、これも実にこうなってますか絶妙と言いますかね。一致するんですね。ですから、 この二人は同じであると。で、まあ、ずっと見ていきますと、ってことはダヴィンチ、この左の男性はダヴィンチと、まあ、見ていいわけですよね。そうしますと、この今言いました、先ほど言いました、そのコーンヘッドと一緒に立っている左の男はダヴィンチであると。ということはダヴィンチはコーンヘッドに助けられていたと。いわゆるまあエイリアンですよね、はっきり言えば。に助けられていた。 まあ、エイリアンですから、外惑星、まあ、エクセクショナルビーンですね、が、来てると。といるこで、まあ、今言いましたように、顔がぴったり合うと。そして、まあ、まあ、もう結論が出たようなもんですね。なあち、ダヴィンチは、まあ、コンヘッドエイリアンに助けられていたということになるわけです。となると、地図の話に戻りますけども、結論から言いますと、えー、このフィレンチェの上の、を書いたこの地図はですね、まあ、 人間が書いたという可能性もそれはなきにしまらんですけどね。なんせこのコードに30キロ以上でないと、この地図は描けませんので、あのー、はい。そういった地図をダヴィンチは描くことはできた。すなわち、彼はコンヘッドに助けられていたということになるのではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!